キャスパは広島県福山市3の丸町にあったショッピングセンター。福山駅南口を出てすぐ目の前でアイネス福山の隣にある地上8階地下1階建ての福山駅前3の丸共同ビルで営業しており、仮想会にはファッション雑貨店や飲食店、上層会には専門店などが入居していた。1976年6月に共鉄道の系列会社、 トモテツセブンによる専門店街もあり、これが現在のキャスパのルーツにあたる。1987年にキャスパに改称運営担当もトモテツセブンから泉が50%出資した有限会社キャスパに変更された。キャスパ移行当初は専門店と泉の運営による店舗とが混在していたが段階的に泉は撤退し、最終的には 専門店に統一された。若者向けファッションを中心に人気を集めて、流行発信の拠点として、周辺市町からも集客し、1990年代には、ファッション関連を中心に、約120店舗が入居していた。しかし、郊外型ショッピングセンターの出店が、相次いで集客力が減少していたところに、リーマンショック後の消費低迷が重なり、 2011年9月30日に各店舗だったフレスタが隣接して完成した再開発ビルアイネス福山に店舗を移転させるために閉店となるなどテナントの流出が相次ぎ同年夏に閉店が発表された時点では約40店舗までテナントが減少してかつての面影は失われていた そのため2011年8月10日に2012年1月末をもって閉店することが発表され、予定通り2012年1月31日に閉店した。なお、兵庫県姫路市にも同名の商業施設が存在するが、一切関係はない。解体中のキャスパビルの活用については、閉店時点では未定で、個人所有部分である1から2階の一部テナントが、 営業を継続しているため、閉店に伴いキャスパの看板を外すものの建物を、直ちには解体しない方針を表明していた。しかし、福山駅前の公共性の高い一等地であるため、拠点都市の駅前にふさわしい、新たな役割を持った施設に再開発を行いたいとして、地元の生官会や関係者などと協議を進め、2014年1月に既存の建物を耐震改修するとともに、 全面的に改修を行って、一部商業施設を含む駅前にふさわしいサービス業に利用する方針が発表されたが、2016年現在手つかずのままであり、5月頃まで1から2階の表通りに面した部分の飲食店等のテナントが営業する状態が継続していた。2017年11月10日に、新聞報道などで9日までに、高松市の穴吹港さんが、 泉所有部分の土地建物を取得2018年4月、隣の飛ぶホテルビルと合わせて2棟とも解体する方針が発表された。閉店から7年強が経過した2019年に2019年7月頃より北側に隣接する飛ぶホテルビルと合わせて解体に着手し3284平方メートルの跡地に地上22階地下1階建ての事務所、 マンション棟、地上13階地下1階建てのホテル棟、10階建ての事務所棟が建築される方針が明らかにされた。また、隣接する大英福山店東館友鉄ビルの跡地にも14階建てのホテルが建設されている。以下の5つの英単語の頭文字を並べたもの。2012年2月4日に隣にある友鉄ビル1階二店。二千十八年三月には、 アイネス福山に再移転。リム F に移転。広島県民文化センター福山に移転。アイネス福山に移転。2006年11月より営業ていたが2011年9月30日をもって閉店した。翌月下旬に近隣のアイネス福山移転して新店舗を開店。独自のポイントカードが存在し、クレジット機能の有無で2種類用意されていた。 本体価格100円につき1ポイントが付与され、500ポイントを集めると各店で使用できる500円分の買い物券がもらえる。気持ちカードを使用した場合は、ボーナスポイントが加算される。アニメートでは、同社独自発行のポイントカードとキャスパのポイントカードが併用可能であった。他方、フレスタスマイルカードを発行しているフレスタでは、キャスパのポイントカードは使用できなかった。 ありがとうございます。